はい、皆さんこんにちは。良一チャンネル、村田良一です。動画の話なんですけど、今回、熊谷選手に動画出てもらって、ああいう動画も結構楽しいなと思って、撮りたいなと思って、いろいろ、僕の知り合いとかですね、インスタグラムとかツイッターで繋がってる、特に山口県の、ボディービルの選手とか、フィジークの選手、パワーリフターの選手に、連絡何名かしたところですね。ほぼ 100% かな。OK な返事があったんですけど、ボディービルダーの人が2名か。で、パワーリフターの選手が1名。で、フィジークの選手が3名か。3名今度撮影させてくれるらしいです。インタビューですね。はい。なので、いろいろですね、面白い話が聞けるんじゃないかと思います。はい。で、なんだったかな。一番次か。次に撮るのはですね、パワーリフターの人です。いろいろなんか、ビッグスリーのこととかですね、聞いていきたいなと思います。ただですね、私もですね、こういう動画たくさん上げたいんですけど、なかなかね、やっぱ予定とかを合わせなきゃいけないので、難しい。あとは結構一人で撮らないんで、結構移動もしないといけないんですよね。一番今回予定に入っている人では、下松までも行ったりするので、結構遠いんですね。なので動画自体月に2、3本ぐらいですかね。そういう、多分皆さんのためになる動画は月に3本です。ただ、ためにならないですね。私のこう釣りとか日常動画は結構頻繁に上がると思います。ね。それぐらいかな。もともと、こういう動画ね、撮ろうってずっと言ってたんで、これで、ミスター山口とかね、その山口県のフィジークとか、ボディービルとか、パワーリフティングがね、盛り上がったらいいなというふうに思っております。なんでこういう動画を撮ろうかと思ったかというと、自分が大会に出てる頃かな、ちょいちょい思ってたんですけど、別に批判とかじゃないんですけど、基本的に、それは当たり前なんですけど、注目される選手っていうのはほとんど、上位の選手、それは普通なんですけど、上位の選手しかボディービルしてないんじゃないかっていうぐらい、ボディービル出しとかそんな感じなんで、自分的には自分はそんなどうでもいいんですけど、山口県にも結構頑張ってる人いっぱいいるよっていうのをどっか見てほしいなっていうのがずっとありまして、こういう活動もしていけたらなと、結構前からね、言ってたんですよ。実は。ただ本当は Facebook とかの限定でやろうかなって最初考えてたんですけど、まずね、私なぜか Facebook が登録できないんですね。よくわかんないんですけど。そういう関係で、この YouTube せっかく始めたんで、YouTube でやろうかなっていうふうになりました。ね、別に、大会のね、司会者じゃなくても別にやってもいいかと思って始めてみます。なのでね、ほんと、たまにですけど、有益な情報が流れるチャンネルになるかと思います。個人的にもですね、すごい楽しみです。名前出して、どうせね、動画出るんで名前出してみるんですけど、今週は、日曜日か、に、パワーリフティングのね、選手の大西さんっていう、大西選手に会いに行きます。その日ちょうどですね、大西さん、スクワットの自己記録更新狙った、スクワットをするそうなんで、ちょうどそれにね、私立ち会えるんで、ちょっと楽しみだなと思います。来ちゃった。あとね、ビッグスリーの重量とかですね、伸ばし方とか、ピーキングとか聞けたらいいなと思います。で、その次がですね、多分、下松のボディビルの選手に会いに行きます。ちょっと予定がまだ決まってないんですけど、多分、大西さんの次がその多かったかな。で、フィジークの選手。あと、ね、車変えて、妻とドライブがてらに萩にも行って、萩の、マイビット萩の木原選手とかにもですね、いろいろ聞いていきたいなと思います。そんな感じで、山口県のですね、もう本当山口県の、もしかしたらね、僕はと、ね、
と旅行かとか言ってそういう人に会えばしますけど、まあ一応ね、今のところ山口県の選手ですねの話を聞いていきたいなと思います。で、まあ、概要欄に僕のインスタグラムとかですね、ツイッター、まあ、貼っておきますので、なんかぜひね、インタビューとかそういうのを話してみたいなっていう選手の方がいれば、まあ直接ですね、連絡、DM 送ってください。うちにその、今度大会に初めて出るっていう人とかでも全然 OK です。まあ、ちなみに一人ですね、今、今年から大会に出るよっていう人のインタビューも撮ろうと思ってます。まあそういう人のね、インタビューっていうのはね、なんかすごい緊張感が伝わってきたりとか、もう自分たちは忘れた感情とかもね、もしかしたら持ってるかもしれないので、まあそういうのもね、なんかこう、迷ってる人、出場しようかな、どうかなって、迷ってる人とかにはね、すごくね、いい情報になると思います。まああと、もう一人か。もうより、パーソナルトレーナーの渡辺くんですね、私の友達の、まあ、親友の、の話も聞きたいなと。やっぱり今、こう、トレーナーでもですね、独立したりとかですね、まあ仕事とか、まあね、トレーナーに限らず、仕事とかですね、副業とかで独立する人、フリーランスになる人とか、個人事業主ですね、なる人もいると思います。でそれで、まあね、いい話が聞けると思いますので、渡辺くんも、まあオープンの準備がね、終わって落ち着いたら、そういう話もしていきたいと思っております。はい。ではですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。